この動画は AICTech の提供でお送りします。おお、こんにちは。今日は工場見学にやってきました。半年ほど前にですね、電解コンデンサーの原理を説明する動画を作りました。そちら非常に好評でしたが、コメントを見てみると、どうやら皆さん電解コンデンサーがどうやって作られているかを知りたい、そんなコメントが多く見られました。ということで今日はこちらに持っている電解コンデンサーがどのようにして作られているのか、そちらの工場見学にやってきました。今日は栃木県にあるコンデンサメーカーの AICTech にやってきました。それでは実際にコンデンサーがどうやって作られているのか工場見学しに行きましょう。電解コンデンサーの製造工程は大きく分けて9段階あります。今日見ていくのはネジ端子型アルミ電解コンデンサーといって比較的大型の電解コンデンサーです。まずはじめにスリット工程から見ていきましょう。こちらの工場では主に産業用に使われる大型の電解コンデンサーを作っています。今ここにある装置はスリットを作るマシンです。ここにアルミの電解コンデンサーの中に使われる陽極のロールがあります。これはアルミでできています。これは今プラスの電極のアルミのフィルムを切断しているわけですが、こちらのプラスの電極、実はものすごいノウハウが詰まっています。特にこちらの電極、陽極箔と言いますが、この陽極箔は自社開発生産されたものがこちらの真岡市にある工場に運ばれてきます。特にこの陽極箔というのは、この表面を見てもらうと分かるんですが、少しザラザラしているような、表面になっています。そういった表面の形状であったり、あとは表面積によって電解コンデンサーの静電容量、あとは電気的な特性、そういったものが決まります。つまりこちらの陽極箔は電解コンデンサーにとっては非常に重要な材料です。こちらに陽極箔を巻いたロールがあります。でこのロールがですね、どんどん機械に引き込まれていきます。でいろいろ通っていくと、こちらに見えますでしょうか。こちらにですね、レーザーが通っています。このレーザーは何のためにあるかというと、この陽極にですね、穴が開いていないかというのを検出するためのものになっています。こちらの陽極箔に穴が開いているとコンデンサーがですね、不良品になってしまう可能性があります。なのでこちらのレーザーで穴がないかあるかというのを検出します。当然穴がある場合はこちらの装置全体が止まるような仕組みになっています。こちらの陽極箔、この装置の中に回るカッターのようなものがあります。そのカッターで陽極箔が切断されます。これがですね、切断された後のロールです。先ほど1本の長い陽極箔がありましたが、こちらに出てきたロールは3分割されています。でこちらの陽極箔の長さがですね、そのままこの電解コンデンサーの容器があるんですけども、この中に入ると、そういう風になります。先ほどのスリット工程で切断された陽極箔はこちらに運ばれてきます。ここは何をするところかというと、巻き取り工程と呼ばれる作業をします。皆さん見えますでしょうか。この機械がですね、非常にたくさんあります。これはすべて巻き取りの機械です。ちょっとこの詳細をですね、見ていきます。これが巻き取り工程のマシンです。先ほどの陽極箔を切断するスリット工程で切断された陽極箔がこちらに運ばれて、この機械にセットされます。先ほどの工程では撮影していませんでしたが、陰極箔とは別に陽極箔と、あとは電解紙ですね、紙も一緒にこの機械にセットされて巻き取るという工程になります。この陽極箔と電解紙、そして陰極箔をすべて重ねた状態でぐるぐる巻いていきます。そちらがコンデンサの素子になります。ただ巻いただけですと、コンデンサの素子としては電極が出ていませんので使えません。なので電極を引き出すためのリード線もこちらで一緒につけられます。比較的小さな電解コンデンサーですと1個数秒で巻き取りができますが、こちらの巻き取りの機械はかなり大型のものを巻き取れるものです。ですのでこの規模の非常に大きなサイズの電解コンデンサーになると、1個の素子を巻き取るのに30秒から1分程度かかります。こちらのコンデンサーの素子の中身なんですけども、この中を見てもらうと分かりますが、陰極箔と電解紙と、あとは陽極箔、それをすべて重ねます。その重ねたものをこの中に入っている機械が巻き取ります。こちらの巻かれた電解コンデンサーの素子ですけども、巻かれた後はこちらから出てきます。
ここにですね、完成品の中身の素子があります。こちらのリード線をですね、見てもらうと分かるんですが、すべて1列に並んでいますね。これは後の工程のためにこのように1列に並べてあります。これが電解コンデンサーとその中身の素子です。電解コンデンサーの中に使われる素子の巻き取り工程が終わった後は、次は含芯の工程に進みます。こちらの含芯の工程ですけども、電解コンデンサーの芯の陰極となる電解質を含んだ液体を電解コンデンサーの素子に浸透させます。含芯させます。ちょっと後ろの方にですね、釜がずらーっと並んでいますが、見えますでしょうか。こちらの釜に電解コンデンサーの素子を入れて、でその後に電解液を流し込んでいく、そういった工程になります。でこの含芯の工程の電解液なんですけども、電解コンデンサーの電流特性や、あとは耐圧を決める、非常に重要なものです。この電解液は電解コンデンサーにとっては非常に重要なもので、 AIC テックでは60年以上も前からこちらの電解液を自社で調合しています。含芯の工程が終わった後は、次は組み立ての工程になります。まず含芯した装置をこちらの装置に入れます。そうするとラインの上を流れていって、こちらの装置に入ります。でこれは組み立て装置といって、含芯した素子がありますけども、それとキャップ、電解コンデンサーのキャップの部分、そしてケースの部分を全てこの工程で組み立てます。コンデンサーの素子からリード線が出ていますが、そのリード線に穴を開けます。でその穴を開けたところに電解コンデンサーの蓋があります。その蓋から出ている突起の部分をこちらにかしめ込みます。かしめが終わった後の素子はケースに入ります。ケースに収められた電解コンデンサーの素子は、その後ですね、また別の工程に行きます。組み立て工程が終わった後は、次は再化成工程に進みます。再化成工程というのは、アルミの陽極箔の表面にアルミの酸化膜を作ることです。アルミの陽極箔にはもともとアルミの酸化膜ありますけども、それが巻き取りの工程や組み立ての工程で傷つく場合があります。そういったダメージを受けた欠損した箇所を、もう一度この工程、再化成の工程で修復します。再化成の工程なんですけど、どういう風にやるかというと、こちらの後ろにある電源装置、これは高電圧を発生させることのできる電源装置ですが、そちらの電圧をコンデンサの素子に引火します。引火する電圧なんですけども、定格電圧より高い電圧を電解コンデンサーに引火します。そうすることで欠損した部分にアルミの酸化膜を再度作ります。その構成を得ることで、例えばコンデンサーを出荷してお客さんが使うときにショートの事故を防ぐことができます。こちらの再化成工程では電圧を引火するわけですが、どの程度の電圧を、何時間程度引火するか、そういったところにも細かいノウハウがあります。再化成の工程が終わったら、次はカール工程に進みます。電解コンデンサーの端部を見てもらうと分かるんですが、ケースの端の部分が立った状態になっています。これをカールして曲げていきます。電解コンデンサーの蓋の部分、キャップの部分にゴムがありますが、そのゴムの部分とケースの外側の部分をカールさせて食い込ませていきます。そうすることで電解コンデンサーを密閉します。これは非常に大事な工程です。カールの工程を少し詳しく見ています。今ここに中に電解コンデンサーが立てられて、その上からですね、何か回転しているものが電解コンデンサーのケースの端部に当てています。それを押し当てることでケースの端部をカールさせて、そしてケース自体を密閉します。このカール工程は非常に重要で、電解コンデンサーをしっかりと密封できていないと中の電解液が漏れるなどの原因になります。非常に重要な工程です。カール工程が終わって電解コンデンサーをしっかりと密封できたら、次はスリーブ被覆工程になります。スリーブ被覆工程では、まずカール工程が終わった電解コンデンサーに熱収縮チューブでできたスリーブをかぶせます。そしてスリーブをかぶせ終わった後、こちらの右側にある機械に通します。この機械は何かというと、外から熱を加えて熱収縮チューブを収縮させます。絶縁スリーブの熱収縮が終わった後、その後電解コンデンサーは印字されます。印字工程ですね。まあ皆さん電解コンデンサーよく使われると思いますが、電解コンデンサーを作っているメーカー名、この場合だと AIC テック、
そして電解コンデンサーの閉殻電圧と閉殻の静電容量などが印字されます。この印字が終われば製品としてはほとんど完成している状態です。まだただこの状態では使えません。この後に検査工程があります。次は検査工程を見てみます。次は製品検査です。私の後ろで今製品の検査をやっています。あの奥の方に見えますが黄色いロボットアームが見えますでしょうか。あのロボットアームが電解コンデンサーを掴んで、そして検査装置まで持っていきます。一番大きい電解コンデンサーですと重量がですね 5kg、 非常に重たいものもあります。そういったものは人間の手を使わないでロボットの力を借りて製品の検査をやります。検査自体は全て自動でできるようになっていて人間の手は使いません。つまり自動検査機を使います。そして外観の検査も同時に行われます。こちらの検査ですが全ての製品に対して電気的特性がしっかりと規格の範囲内収まっているかを検査します。製品の出荷検査では寸法の抜き取りの試験も行われます。こちらのロボットアームが見えますでしょうか。黄色いロボットアームがですね電解コンデンサーを3つ同時に掴み上げて、そして奥にある自動検査機まで持っていっています。ロボットを見てください。あそこに自動検査機のところに置いて、でまた次の電解コンデンサーを3つ同時に持ってきます。掴みました。そして電解コンデンサーを持ち上げて、そして自動検査機のところに置くと、すべて自動で行われています。先ほど見ていただいた、ロボットアームでの自動検査が終わった後にもう一度最終検査があります。その最終検査が終わった製品というのは一度ここに集められて、その後ですね段ボールにこのように箱詰めされて、そしてお客さんの元に届いていくと、発送するわけですね。今こちらにある電解コンデンサーは箱詰めが全て終了したもので、もう発送待ちの状態です。で電解コンデンサーの端子にこのように何か導線みたいのがつながっていると思います。これはですね待機電圧を防止するためのものです。出荷時にこのように導線で接続することによって短絡するわけですね。なのでこの状態で再起電圧が発生するのを防ぎます。もちろん全ての電解コンデンサーがこのように短絡して出荷されるわけではありませんが、これはですね、お客さん側の要求であったり、そういったものに応えてこのように短絡した状態で出荷することも対応しているそうです。私の動画をですねよく見てもらう人なら気づいているかもしれないんですけど、コンデンサをですねよく爆発させます。今日はですねせっかく電解コンデンサのメーカーに来たわけですから、何かそういった試験をですねやってみたいと思ってます。今日やる試験ですが電解コンデンサの過電圧試験をやります。ここにですねこれから過電圧をかけられる電解コンデンサがあります。でこちらの電解コンデンサにこの電線を接続して過電圧をかけます。ちなみに過電圧をかけるとこの電解コンデンサに漏れ電流が流れ出します。そして中で化学反応が起きてどんどん温度が上がっていって、そして同時にガスも発生します。そのガスのですね内圧が高まっていくとこちらの電解コンデンサについている安全弁が開くような動作になります。そうしますとガスが吹き出て内圧が下がって、それが電解コンデンサの安全な壊れ方です。それでは実際にこちらの電線をつないで過電圧をかけてみます。今回電解コンデンサにかける電圧ですけども、こちらの電解コンデンサの閉殻電圧は直流 400V です。そこに 550V の過電圧をかけていきます。この電源のスイッチを入れれば中にある電解コンデンサに過電圧が加わります。それでは電源を入れます。電源入りました。この中にある電解コンデンサに今過電圧が加わっているはずです。少し時間がかかるようですが、そのまま、まだ変化はありません。10秒くらい経っていますが、おお、見ましたか？煙が出てきました。すごいですね。ものすごい量の煙が出ています。だんだん音もですね、すごく大きくなっていて、これはすごいですね。過電圧になると、このくらいものすごい量の煙が出てきて、おー、すごいですね。
煙がですね、部屋の中全体に充満しているような感じになっています。電解コンデンサーをですね、ここまで派手に過電圧で壊した経験は今までないんですけども、実際見てみるとこれかなり迫力がありますし、あと怖いですね。なので皆さん、電解コンデンサー過電圧にはならないように絶対に気をつけましょう。これは別のカメラで撮影した映像です。外見上特に変化はありませんが、内部の内圧が高まっていって、そしていきなり弁が開きます。このように過電圧を引火することで、コンデンサ内部の電極反応により急激にガスが発生し、弁を通して外に吹き出しています。ちょっと中に入ってどうなってるか見てみます。お、コンデンサの中身がですね、出た時の独特の匂いがします。この電解コンデンサを見てください。しっかりと弁が動作して中の内圧を、逃がせるようになっていますね。であと、この電解コンデンサ自身がかなり発熱しているのか、この表面から煙が出ています。実際この手をですね、少し近づけると何かあったかい、そんなですね、熱気みたいのが伝わってきます。ただ電解コンデンサ自身がちゃんと弁が開いて爆発する、そういった事態は避けられているので、ちゃんと安全な電解コンデンサということです。ということで、今日は AICTECH にやってきて、電解コンデンサがどのように作られるかを工場見学しに来ました。AICTECH は産業用の電解コンデンサや、あとはフィルムコンデンサも作っています。もし興味のある人は概要欄の方にリンク載せてありますので、そちらの方から確認してみてください。もちろんカタログ品以外にもカスタム品にも対応しています。というか、そちらの方が実は得意です。今後産業用の電解コンデンサーと、あとはフィルムコンデンサーを購入したいという企業のですね、購買の担当であったり、あとは開発の担当者の方はぜひアクセスしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。